井浦新さん、成田亮さん、サラマリーさん、リリコさん、ペロンヤスさん、シャックさん、マグナム団吉さん、まずは井浦さんからご挨拶をお願いいたします。見に来てくださって本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。そして監督、井浦さんはもう10年来の親友ということで、改めてもう作る過程をご覧になった井浦さん、今日の初日、はい、どのようなお気持ちですか？ね、初めましてと会った時からもう本当10年経ってるんですけど、その時本当出会った時に約束した映画一緒になんか 作りたいよねっていう、俺は作るからその時お前なんか絶対にあの役者としてそこに参加してくれって言った日から今日こうやって今からスクリーンで上映されますから、ちょっとね、来るものがそれはありますね。でも新田とは本当にその10年間 その親友って言ってもその言葉がの意味がいろいろあって、普段そんなにベタベタ連絡とかもしないし、でもなんか表現者として彼とは、まあ、決着をつけるっていうのはあったんですね。そして王子様のような入れたちの成田さん、お願いいたします。羽生結弦です。やりよったポーズお願いします。成田さんとサラマリさんは一緒のシーンも多かったと思うんですけれども、出会って2時間手を取って目を見てお互いの根っこの部分から表面の部分から全てを話す時間があってからの作品に入ったので、もう終わってからもやっぱりサラマリーっていう人は僕にとっても特別な人間になってますね。そういうね、そういうね、なんか恋人とかそういうんじゃないけど、なんか新しい人間の形がまたそこで生まれたなという気がしますね。やっとこの日を迎えることができました。本当に幸せです。そんな初日に来ていただいて本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。オリコンさん、ありがとうございます。オリコンさん、オリコンさん、チャンピオン。